はい、こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、はい、まあ、この画角といえば飯塚知恵プロのレッスンになっております。はい、今日もありがとうございます。ありがとうございます、はい、今回の動画はですね、スイングの時の正しい腰の回し方がわからないとか、うんうんうん、まあ、そういった方に向けた動画になっています。はい、どうですか、ゆっこさん、腰の使い方。腰ね、はい、私の場合意識すると、うん、なんかね、腰をとか思うと右に行っちゃうもん、うんうん、なるほどね、まあ、手が遅れてきちゃったりとかするなのかな、うんうん、開きやすい、うん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 、腰を意識しちゃうと、うんうん、っていうのであんまり意識しないようにはしてるけど、うん、やっぱ飛ばす人って腰を使わないとと言うじゃん。言う言う言う。私もいまいちよく分かってないですそうだよ、私もいまいちよく腰の使い方分かんない分かんないよね。はい、はい、ということで今回はチェさんに正しい腰の使い方とかっていうのを説明していただきたいと思います。はい、じゃあね、早速レッスンの方に行きたいと思います。はい、はい、今回はスイング中で正しい下半身の使い方についてやっていきたいと思います。最後にドリルを2つやっていきますので、皆さんスペースがある方は一緒にやってみてくださいね。まずですね、下半身の使い方の前にイメージしてほしいんですが、重い体育館の扉、小学校の時とか覚えてますかね、皆さん。重い体育館の扉、子供の時開けましたよね。開けました。ガッとやりました。この時下半身の使い方考えますかね。考えたことないですしかし手先だけだと開かないですよね。そうですね。でも人間ってやっぱりこう脳下の指令がバーっていくので、勝手に下半身から使いますよね。はい、例えばジュンさん、肩叩きやったことあります？はい、ありますね。もう最近はないですけど実家で。そうですよね。はい、あの今の現代で、ね、ベッドが多いので、布団叩きなんかあんまりやらないと思うんですけども、布団叩きするとき皆さんどうですかね？下半身の使い方考えますかね？考えないですね。そうですよね。はい、布団叩くことに専念しているから下半身って自然と使えますよね。はい、じゃあなんでゴルフって使えないのって話ですよね。確かに。はい、ゴルフはですね、うまく当てたい、曲げたくないっていう脳からの指令が働くので、下半身から動くのではなく上半身から動きやすくなるんですね。なるほど。はい、なので本当はできる動きなのに、うん、脳からの指令で動けなくなってるんですよね。なのでよくレッスンフレーズで下半身指導してください、下半身からダンスイングですよってよく聞きますよね。はい、しかしですね、これ脳の中がうまく当てたい、曲げたくない状態で神経運動の伝達を行っているので、なかなか下半身が動かなくなっちゃうんですよね。はい、で今回は脳も変えて体も変えて下半身からしっかり動けるようにしていくドリルを行っていきたいと思います。はい、はい、1つ目のドリルは、秘密兵器を使いたいと思います。はい、何でしょうか。はい、さあ皆さんお家にあるかな、どうかな、じゃじゃん。はい、私のとっておきの秘密兵器です。このタオルが最強レッスン器具なんですね。うん、皆さんお家にありますかね。あります。多分あると思います皆さん。はい、はい、できれば長めのタオルですね、ハンドタオル、長めのハンドタオルに先端結んでいただいて重りを作ってください。はい、こういった状態にしていただくと中心ポイントが作れるのでタオルでも振りやすくなります。はい、このような状態ができたら一緒にゴルフスイングのように振ってみてください。はい、これ意外と難しいですよね、最初ね。そうなんですよ。できないですよね。やりました？やったことあります。最初の頃、始めたばっかりの時はよくやってました。そうですよね。はい、でも、ジュンさん、あれですよね。布団叩きはできましたよね、いきなり。できたと思うんですけどね。これ、実はですね、ゴルフだと思うからできないんですよ。うん。例えば、ここに、なんか大事なペットが風船の中で、出れない、うん。出れない状態で、叩いて割ってください、叩いて割って、うん、そしたらあのペットたちが助かりますよって言われたら、多分ジュンさん別に何も考えずガーってやると思うんですよ。ゴルフでなるから。そうなんです。うまく振れなくなっちゃう、振れないっていうかタオルもね。そうなんですよ、ゴルフだと思うから開いて閉じてのこの当てたいの動きになっちゃうんですね。うんうんうん、なので純粋にゴルフ
分からない子が、例えば高校生の子とかが、これを思いっきりこの辺で加速して振ってみてねって言うと、普通にゴルフスイングできちゃうんですよ。なのでゴルフやってる方ほどこれいきなり振れないんですよ、うんうんうん、ゴルフになっちゃうんですよ、分かる、振れないみたいな、分かる。なので、まあ、最初振れなくてもいいのでゴルフを忘れられるまで、はい、この加速ですね、インパクトフォローで音がするようにどうやったらできるのかなっていうのを考えながら振ってあげると、うん、脳は頭の中はタオルを振ることに指令を送るんですね、うんうんうん、はい、なので脳がタオルを振ることに指令を送るので下半身からいくんですね、うん、これが当てたいだと上からいくんですね、はい、なので脳と体をいっぺんに振ることによってヘッドを操作するに変えてあげます、はい、でタオルじゃちょっと恥ずかしいって方は、あの魔法のホースって知ってます？知らないです。魔法のホースっていうのもあるんですよ。それ売ってるやつ？これ売ってるんですよね。この間あの使ってくださいって連絡来たんですけど、うん、これ普通にすごくいいんですよ、バランスが。おお。何がいいってこうくるって回ってるから、うん、2本の線になってるんですよね、うん、なのであの重心位置を作ったタオルに感覚が似てるんですよ。へえ。はい、こういった形で、なんでこれを持ち出したかっていうと、うん、あの私小さい頃ですね、あのホース、普通にホースを切って振ってたんですよ。今だからこんな風に販売してますけども、えホースこういうのなかったって、うん、ホースを振ってたって、皆さん庭にあるホース切っちゃったらいいんじゃないかな。なるほどね。庭ある人いるからそうですね、あの家にあるいらないホースを切って振ってみるのもいいかなと思います。はい、はい、そして、まあ、ちょっとコアな方だと、もうちょっとなんか面白くやりたいよって方は、このスナックゴルフ、スナックゴルフって分かります？分かんないです。スナックゴルフっていうゴルフの基礎を学ぶ、はい、あのスポーツがあるんですけども、はい、そのスポーツの中にこのリボンっていうのがついてるんですね。このリボン楽天とかでも売ってるんですけども、これを振ってあげるだけでも下半身指導できます。正しい下半身の使い方できます。当てに行くとこないですね。正しい下半身の使い方を、はい、ゲットするためにはこう柔らかいものを振るといいっていうことですね、うん、これなんで柔らかいものを振るといいかというと、硬いものだとヘッドを操作できちゃうんで、柔らかいものを振って下半身から振ることによってボールに当たるんだよってことを脳と体に教えてあげて、はい、はい、脳と体に教えてあげてください。はい、はいはい、そして2つ目です。はい、2つ目はですね、この柔らかい道具とかもう煩わしいもの何にもないよって時に使える、うん、方法です。クラブは皆さん持ってますよね。はい、クラブを逆に持っていただきます。逆に持っていただき、グリップの方を下にします。そして右手1本で持ち、アンドレスの形を取ります。そしてそのまま振っていきます。はい、こういった形です。これもですね、ヘッドが重さが下にないので下半身から振ることができます。これが逆に普通の構えでヘッドが下にあると、どうしてもこう当てにいっちゃう動作になっちゃうので上半身から動いちゃうが発令しちゃうんですよね、うん、なので逆に持っていただいて、はい、ぐんぐん振っていただきます。右手一本で OK です。右手一本でできれば早く振ってあげてください。そうすると下半身でしかできないんです。確かに。はい、はい、ということで本日は2つのドリルをやりましたが、ね、後者の反対に持つ方は簡単にできるので皆さん練習の中に取り入れていただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回のスイングでの正しい腰の回し方、はい、それから下半身先行の動きについて、うん、いかがだったでしょうか。そうですね、いやもう目からいつも通りですけど、うん、鱗が出てます、はい、じゃあコンタクト乾いてる、ね、乾いちゃったかなって。まあね、そうだね、ちょっと練習場とかでね、はい、ぜひやっていただければなと思います、はい。
練習あるのみ。はい、はいはい、じゃあ今回も最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価とコメントをよろしくお願いします。お願いします。次回の動画もお楽しみに。楽しみに。